はい、太郎チャンネルです。今日の主役はこれです。これ本当は結んであったんですけども、撮りづらいんでカメラ持ってんでちょっとほどいちゃったんですけども、桔梗屋信玄餅、山梨のね会社なんですけども有名らしいんで、ちょっとこんなのをいただいてしまいました。あ、こんなんですね。これお好みでかけるという。いやこれ粉が飛ぶらしいんで気をつけてください。粉が飛ぶんで気をつけてください。オープン。こんな感じです。で、なんか3つに分かれてるらしいんで、で、これをかける。あ、すごいですね。すごいです。で、これでいただきたいと思います。はい、いただきます。昔食べたことあんのかな、なんかな、食べたような記憶もあるんだよな、これな、昔。これね、久しぶりですよ、多分ね。え、なかなか取れないぞ。これはね、袋ついてて正解ですね。絶対粉まみれになってしまう。こんな感じです。こんな感じ。こんな感じでいただきます。うん、おいしい。これうまいわ。これは美味しいわ。桔梗だっけ、山梨桔梗屋信玄餅、めちゃめちゃうまい。これめちゃめちゃうまいわ。これ自分で買おう。もらってばっかりいないで自分で買おう。これはうまい。うん、プルプルで。ぜひ桔梗竹田、あ、桔梗信玄餅食べてみてください。 Twitter、Instagram やっております。太郎チャンネルです。ご視聴ありがとうございました。 Next time。ぜひともどうぞ。うまい。